は粉につけてる、うん、ちょっとついてます。あ、よし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 、なんかついてる気がするんですよね。マジ？子供が生まれる、結婚しようかって。国民家父、野外三女相陪、農出人民再婚了。こちらに遊びに3人で東京から来てて、で今年の6月に移住しました。日本36岁演员东出昌大是渡边谦的前女婿，他在2020年老婆幸怀第三胎期间出轨同片未成年演员唐田英里佳，离婚后工作全没了，给了三个孩子抚养费，每人每月只有2000台币，获封国民家父。之后就跑去隐居山林，取得猎人执照，过着林园生活。信则经营个人频道，带着三个孩子移居巴黎。媒体去年上山采访东出，没想到竟然冒出三个女生跟着他一起在野外生活。先輩と後輩先輩と後輩、役者ということ、役者もだし漁師の先輩にもなりましたね、はい、漁師でいらっしゃる、年齢を取って漁師の先輩にもなりました。なんででも移住までしようと思ったの？楽しそうだったから。吉田さん、これ新しいスキャンダルの、これ火種になりかねないような話じゃないのかなってちょっと思っちゃうんですけど、なんか言う人はもう勝手に言えって感じなんです。僕ら別に普通にお互い人間的に好きで普通につるんでるだけだから、なんかいいんじゃないって、僕らはこっちで自分たちが好きなように人間らしく生きてりゃいいんじゃないかなって。啊，然后就搞出人命了。今在个人频道宣布喜讯，野外三女的其中一位，24岁松本花绫怀了她的孩子，决定结婚。で来年のまあ冬か新春か、その頃には子供が生まれる、結婚しようかって、共同生活とか一部報道デマは出たけど、共同生活なんてもちろんしておらず、子供育てられるのもすごい楽しみだし、こっちに移住して3年経つけど、いろんな人たちがどん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 あったかくって。こんにちは。こんにちは。飯、これ、米自分で入れて、これ、はい、あの熊丼、うまいですよ。ありがとうございます。どういうところが良かったんですか？いろんな動物さばけるところです。こっちにも。でもどんな動物をさばいてもやっぱり料理できちゃうところが一番好きです。そこなんだ。